東京ディズニーリゾートマイハマ、リゾートラインディズニーリゾートラインディズニーリゾートラインは、マイハマリゾートラインが運営する、モノレール路線である。千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート内を、運行している。東日本旅客鉄道京葉線、マイハマ駅と TDR 内の各施設を連絡して、入園客を輸送することを目的とする。路線は、単線で環状となっており、 半時計回りに進む列車のみ運行されている。一周の所要時間は約13分である。全駅のすべての出入り口が、マイハマリゾートラインの親会社で、TDR の経営、運営を統括する、オリエンタルランドの所有地内にあり、公道とは直接接続されていない。ベイサイドステーション駅も TDR のリゾートパーキング内にあり、公道とは直接接続していない。 他の TDR 構成施設と同様に従業員のことをキャストと呼称しており、駅員をステーションキャスト、車掌をガイドキャスト、運転手をドライバーキャストと呼称している。本校では以下この故障を使用する。アトラクションと捉えられる場合も多いが、TDR の園内鉄道であるウエスタンリバー鉄道やディズニーシーエレクトリックレールウェイと異なり、 公道上空を走っており、鉄道事業法に基づいた公共交通機関である。このため、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーが休園していても運行される。駅と路線はすべてパーク外にあり、時刻表の路線図に掲載されているほか、JR 京葉線での舞浜駅到着直前の自動放送でも乗り換え路線として案内されている。ディズニーリゾートラインは、 通常時は全列車において自動運転が行われ環状の単線を半時計回りで運行する。そのため通常運転時にドライバーキャストは乗務しないがドア扱い、安全監視、案内などを担当するガイドキャストが乗務し完全な無人運転とはしていない。すべての駅にホームゲートが設置されているほか車両のドアとホームゲートには土先センサーが 取り付けられており、閉まりかけたゲートに物などが触れると一旦開き、再び兵気動作をする仕組みになっており、列車は出発できないよう安全なシステムを取り入れている。また、各駅のホームには一部時間帯を除いて、必ずステーションキャストが配置されており、列車到着時のホームにおける安全監視を行っている。列車到着時に昨夜、 ホームゲートに寄りかかっていると、ステーションキャストから離れるよう注意を受けたりするなど、運転士がいないことに加え、車掌の側面からの目視では安全性を確認するのが、難しい路線構造を持つ特殊な運行形態から、厳重な安全対策をとっている。自動運転であるものの、運転台は両側の先頭車に設置されており、時計回り側は車掌室内に、 半時計回り側は、通常は、クロスシートとして乗客に開放している。この座席の前には、マスコンハンドルや、軽機類がカバーの中に収められている。マスコンは、左手ワンハンドルタイプで、加速5段、減速7段。信号は、0、5、18、29、40、45、50の7段階である。両先頭車の運転台とも、ATO の故障。 地震などの突発事態発生時や、車庫内での車両転戦時にドライバーキャストにより、手動運転するため設置されている。また、通常の営業運転時にも、訓練として、半時計回り側の運転台を使用して、手動運転が行われる場合がある。その際、ドライバーキャストの安全を確保するため、最先頭クロスシート部は、乗客が入れないようにロープが張られる。 運転間隔に余裕が取れる時などには、キャスト訓練用の回送列車を走らせることもある。各駅のコンコースに掲示してある時刻表は、6時台と23時台の時刻以外は掲示がなく、発車案内も列車の運転間隔のみを表示する。法令の規定により、運転間隔を定めたダイアグラムは存在するが、混雑状況に応じて、 随時運行パターンを変更するための措置である。最大で4編成が同時に運行され、3分15秒間隔の時は4編成、4分20秒間隔の時は3編成、6分30秒間隔の時は2編成、13分間隔の時は1編成が環状線上で運転している。なお、駅に掲示されている時刻表は換算機のものであり、 それ以外の期間は、始発、終電の時刻は、刑事よりも、それぞれ30分程度繰り上がり繰り下がりする。また、大晦日は、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの双方で、カウントダウンイベントオールナイト営業を行うため、終夜運転を実施する。環状運転が基本だが、一部に、東京ディズニーシーステーション駅泊まりの列車があり、これらの列車は到着後車庫に入庫する。 東京ディズニーシーステーション駅止まり、列車の入庫改装時には、ガイドキャストのいない、完全な無人運転となる。また、最終列車の終点は、リゾートゲートウェイステーション駅となる。逆に車庫から出庫する列車はすべて同駅始発となる。前述の東京ディズニーシーステーション駅及び、リゾートゲートウェイステーション駅は、混雑防止のため、 乗車用ホームと降車用ホームが分離されている。乗車用ホームはどちらも進行方向の右側に設置されており、ドアは乗車用、降車用が交互に開く仕組みになっている。なお、本路線において列車のことをライナーと呼ぶ。また、運行車両についてはリゾートライナーと呼んでいる。運賃は開業時から2007年3月31日までは、 大人200円、子供100円。2007年4月1日から2014年3月31日までは、大人250円、子供130円。2014年4月1日以降は、大人260円、子供130円の均一運賃である。乗車券の印字は、金額式で、円、区間となっている。これは、下記の他の乗車券類も同様である。幼児は大人。 子供に同伴の場合、1名につき2名まで無料。また、入児も無料である。2009年3月14日からは IC カード、パスモが利用できるようになった。また2013年3月23日から開始された交通系 IC カードの全国総合利用にも対応している。各駅の自動券売機と自動改札機は共に東芝製であり、 他の鉄道事業者で使用されているものと同一タイプである。普通乗車券と回数券類では一周を超えての重複乗車はできず、入場から1時間が経過すると出場の際、自動改札機の扉が閉まる仕組みになっている。開業当初は、普通乗車券での重複乗車はご遠慮くださいという、車内アナウンスも行われていた。また、 県面には表示されていないが、他の鉄道事業者と同様に途中下車をした場合は、全都無効となる。フリーキップは、時期カード式で、1日用、2日用、3日用、4日用と4種類がある。それぞれ指定日数の間に何回でも利用できる。デザインは、下記の通り。また、東京ディズニーシーホテルミラコスタ及び、東京ディズニーランドホテルの宿泊者には、 各駅で購入できるフリーキップとは異なる。独自のデザインのものが宿泊日数に合わせて無料申請されている。有効日数によってデザインが異なり、クリスマス期間中は別のデザインになる場合がある。以前は各オフィシャルホテル、ディズニーアンバサダーホテルでも同様のサービスを行っていた。ただし、バケーションパッケージ利用者であれば、 すべてのディズニーホテルオフィシャルホテルパートナーホテル、宿泊者にフリーキップが申請される。乗車券センターは、リゾートゲートウェイステーション駅の2階、舞浜駅側改札口の外側に位置していて、以下の業務を取り扱っている。なお、乗車券センターの営業時間外は、障害者割引回数券の自動券売機販売入学領収書の発行を、 改札窓口で取り扱っている。ディズニーリゾートラインの車両は、リゾートライナーという名称で呼ばれている。なお、全般検査が、京成電鉄、総合工場まで陸送して行われるなど、整備、検査の一部については、京成のほか新京成電鉄や北総鉄道など、京成グループ各社に委託する場合もある。また、 ディズニーリゾートアニバーサリーイベントが開催されている場合、期間限定ライナーが登場する。2013年4月15日から2014年3月20日まで行われていた東京ディズニーリゾート30周年、ザ・ハピネス・ウィアーの期間限定ライナーでは、外装は大きな30周年ロゴとバルーンがついたデコレーション、車内は30周年コスチュームを身につけた。 ディズニーキャラとバルーンがデザインされている。最近はアニバーサリーイベントだけではなくクリスマスやアトラクションをオープン時にも不定期で期間限定ライナーが登場するようになった。リゾートライナーのトミカが東京ディズニーリゾート内限定で販売されている。イベント時には限定モデルも発売されるがこのデザインは実物と異なったものになっている。プラレールも発売されている。 千葉県警察鉄道警察隊西船橋分中隊の管轄となっているが、オリエンタルランドのグループ会社の警備員が現状することがもっぱらとなっている。全駅が千葉県浦安市舞浜に所在。各駅のステーションは駅名の一部。営業キロはリゾートゲートウェイステーション駅から起算。告示広報資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。